同胞、サッカー日本代表、6軍まで作っても強いことが判明。6軍でアジア予選も突破できる模様。すげえ。川辺舐められすぎてて草、庄司とか6軍にも入れんやろ。ほなたのセンターバックって誰や？3軍くらいまでならアジアカップも優勝できそう。ワールドカップでハマったんやろな。J の選手に詳しいからクロートファンやろ。鈴木優馬持ち上げてる時点でこいつサッカーまともに見てないな。もうあいつリーグ戦15試合くらい連続ゴールなしだぞ。優馬は実力だけ見たら一流定期。鈴木上だってこれ作ったやつ目ついてないんか。鹿島でプレイしてた時は優馬の方がキープレイヤーだった。いつの話やねん。この手のやつって控えのこと何も考えてないよね。 J リーグ MVP 岩田さん6軍にも入れない。史上最も地味な MVP だからね。ダッキー。